おお、アンダーテイカー本領発揮。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日もアニメリアクションしていきたいと思います。今日は86のシーズン1エピソード2ですね、スピアヘッド、こちら見ていきたいと思います。まあ、前回第1話から見始めまして、この86のなんとなくの世界観が分かってきましたね。まあ、まだ結構謎多いんですけれども、とりあえずサンマグノリア共和国っていうのがあって、その平和な暮らしの陰では、まあ、86をはじめいろんな軍人というか なんていうのかね、部隊の命がすりつぶされていると、使われていると、人間以下の扱いをされて、もうそもそ もうこんなやつはいねえと、あの無人機を使っているから戦闘では誰も死んでませんよっていう感じで、かなり影に追いやられている過酷な戦場をね、描かれました。どうなるのかね、今後ね。とりあえず前回の最後で、このアンダーテイカーじゃなかった、スピアヘッドの担当ハンドラーが、すげ変わりまして、86たちには、白豚って蔑まれている国のレーナというエリートね、共和国軍人が、来ました。この、レーナとリーダーのアンダーテイカーの間で、まあ、何かしらやり取りがあると思うんですが、周りのね、スピアヘッドたちはかなりレーナの国の、人たちに対して、偏見があるようだし、まあ、それだけのことをしてきたんだろうね、レーナの国の人たちが。まだ結構クズばっかだったし、まあ、あれはね、白豚とか言われてもまあしょうがないわな。みんなを人とも思っていないし、かなり確執があると思うんですよ。それを解決するのって結構難しいと思うんだけど、まあ、そこはレーナのまっすぐさでどうにかしていくのかなって、少しずつ信頼を勝ち取っていくのかなと思います。はい、というわけでじゃあ見ていきましょう。まあ一筋縄ではいかないと思うんですけどね。これがパラレイドっていう通信機械ね。アンダーテイカーはそこそこ、こう真面目というか、それなりに礼節はわきまえてるんだよね。さあ、僕1話でてっきり主人公はこの男のアンダーテイカーの方かと思ったんだけど、多分1話見る感じレーナが主人公でいいのかな。日々人が死んでいく86。86っていうのが、まあ、区画みたいな意味でいいんだよね。まあ、この仲間たちもかなり癖強いんだろうな。とりあえず、打ち解けてからが勝負よね。これまで散々ひどい目に遭わされてきたんだろうから、白豚の色眼鏡を外すのはなかなか難しいと思うな。普通にレーナが仲良くしているよ、いい感じに見える女の人も、あのアンダーテイカーたちのことを蔑んでるしね。文化的なものなんだろうな、長い間培われてきた。やばそう。ああ、やばそうなの？弱腰だからってことかな。なるほど、毎回無茶をするのか、シンは。まあ、死神って言われてるくらいだもんね。大暴れするんだろうな。まあそんなこと気にしないよね、シンは。
やっぱり現場のプロセッサーには人気があるんだね、シンは。まだ軽くしか話してないもんね。あ、そうなんだ。やっぱりそういうやつもいるっていうのはこっちも分かってるんだね。あ、てか こんなに死んできたの、こんなに見送ってきたんだ、全員分。なるほど、名前を彫って一緒に連れて行ってるんだ。やっぱシンはいいやつだな。不愛想に見えるけど白豚まあ多分ハンドラーとプロセッサーは顔を合わさないんだよね、基本的にね。こんなとこまで来ないんだろうし、だから絵だったんだね。物資の捕獲か。機械もある程度意思を持っているのか。ただの雨じゃないね、なんだあれは。なんだなんだ、ある程度の規律は取れてるね。しっかり舞台だね、軍人だね。あの白豚たちに見せてやりてえよよっぽどこっちの方がしっかりしてるやん。あ、やっぱただの雨じゃないな、なんだこれ、魔物みたいな。隣国からの攻撃でいいのかなこれは。あ、来たレーナ。情報が遅いね。どっちなのかな、今はレーナが遅かったのか、本当にアンダーテイカーたちが早かったのか、どっちもかな。おお、なんやこりゃ。レギオン石膏型、これは雑魚だね。近接両兵型、ある程度種類があるんやな。いろいろあるね。お、戦闘が見れるかな。やっと本格的に見れるね。1は何が起こってるかなんだか分かんなかったけど、どっちがどっちだかあ、これは無人機なのかな、人に乗ってるのかな。おお、すげえな、今のロボットアニメってこんな綺麗なん一番最近見たの何だったっけな、バルブレイブかな。ラフィングフォックス、笑うキツネ。
やっぱ舞台の、四季も中もみんないいね。なんであんな白豚に使われているんだろうか。防衛戦ってことでいいのかね、これは。あ、お、なんかの音を感じ取ったんかね。うんうんうん。うん、なるほど。やっぱりレイナのスキルが間に合ってないね。ハンドラーなんていない、いらないんだろうな。ああ、無茶をする気だな。ああ、すげえ。おお、アンダーテイカー本領発揮。圧倒的。強いね。さすがリーダー。毎回こんなことやってるんだね。今に始まったことじゃないんだろうね。そりゃ期待も壊れますわな。こんなちっこい期待で。俺てっきり雑魚期待かと思ったもん、最初これ見たとき。常にこれで戦うんだろうね。やば。主人公機じゃねえよ、見た目全然。うん。死神たるゆえんだよね。やば。あ、撤退していくのかな。なぜこいつらは本当戦ってるんだろうね。ここに至るまでの経緯が知りたいな。エピソード2、スピアヘッド。あ、さっきの通信だね。できることが少ないね。でも頼ってはくれるんだね。ああ、よかったよかった。お、笑っとるやん。あ、さっきのレギオン。真面目に聞いてないね。やっぱこの国は、あ、レギオンには寿命がある。ちょっとろくでもないね、こいつら本当に。まあ期限があるからどうせ大丈夫だよって感じなのかね。ほっときゃ死ぬんだからっていう。いや、正義感が強いんだね。まあ生きにくいだろうな、これは。
教えたところで、ああ、なるほど。やっぱり分けてるんだ。身分を剥奪したんだ。うん、蔑んでるんだね。なんかギアスでいうイレブンみたいな。いや、でもこんなこと言ってもさ。聞いてはいるけど、絶対響かないでしょ。思考停止してるな。あ、あるんだ。父親について言ったってことなのかね。まあ思想は持っているんだけど、でもレーナにできることってないでしょ。ここでさ、引っかき回しても多分レーナが潰されるだけだと思うんだよね。まあでも黙ってられないんだろうな、レーナは。絶対納得してない。お互いに豚って言い合ってるんだね。 うん、だろうね。まあ、ご立派な思想は持ってるんだけどね。一人にできることはないよね、多分。ちょっと現実見てないよね。夢見がちだな。どうかな。戦闘報告書？なんだ？全く同じ？なんだ？で、さっきの生徒たちを見る感じ、まあやっぱり基本的にはこいつらは戦場には行かないんだよ、普通は。安全なところから指示をするだけ。あ、終わり？早くね。C パートがあるのかな。でもリアルだな、すごく。
思いは持っていても、多分こっちの視点から見るとさ、まあ、絶対いやそんだけじゃ現実は動かないよねっていうの分かるじゃん、なんとなく。どうなるのかな。こうなんつうか、このアニメで何を描くのか、何が動くのか、何を目標にしてるかがまだわからないじゃん。ちょっと珍しいタイプのアニメな気はするんだよね。あの、僕が子供の頃見てたアニメって感じ。なんか24話とか結構長めにアニメをやって、しっかり1話から丁寧に簡単にそう核心部分を描かずに少しずつやっていって物語に引き込んで、8話とか9話くらいになってからようやくわかるみたいな。今ってさ、結構12話構成とか、あとまあもうほんと短いのが多いからアニメも増えてるし、もうサクッと1話2話もう3話にはもうある程度節目みたいなアニメ多いじゃん、サクサク展開。そうじゃないか、ちょっと珍しいねこれね。ポイント208。おう、判断能力はあるんだね、指揮能力は。そこは認めてるんだね。お、いい感じだぞ。レーナがやっぱり戦場に来ることはないのかな。かっこつけとしたらちょっと全部任されちゃった。この子銀髪？うわ。やっぱりめちゃめちゃ優秀で冷めてる感じなんだけれども、やっぱ慕われてるんだよね。お、コミュニケーション取りたいんだね。おこごと、あ、ああ報告を適当にしたってことね。まともにまとめてないってことや。あ、私は読みますからってことね。めっちゃ読んでる言ってしまった余計なことを。若いね、若い。あ、一応口聞いてくれるよ。
こっちはみんな現実を生きてるよね、現実を知ってるよね、レイナは知らないんだよね。だからこそ語れることっていっぱいあると思うんだけど、絶望的に噛み合わないな、ここはな。ここのズレは、死にたくない。はい、というわけで、第3話、第2話見ていきましたけれども、最近なかなかなかったタイプのアニメですね。戦い、殺し、生きる、現実を生きているスピアヘッドたち、86たちね。前回よりは背景が描かれましたね。やっぱり差別されているんだ、あの国の、あの白髪の人たちがやっぱ偉いから、周りのやつらを落として市民権を剥奪して、強制労働というか強制戦闘というか、もう本当死にに行かせてるんだ。でそれを国民には一応伏せている。だけど軍人系はある程度やっぱ真実を知っているんだろうね。知っていても白豚だから、白豚じゃない、白豚はこっちだあっちは進化に失敗した豚だから人じゃねえよと。この価値観を崩すのは多分不可能だよね。国レベルのさ、動きだから、それをレイナがひっくり返すのは無理だと思うんだよ。だからやれることとしては、スピアヘッドたちの信頼をある程度勝ち取るってところなんだけれども、やっぱり若いって言われてたし、俺もそう思うよレイナはね、やっぱ、悪く言ってしまえば温室たちの、いいとこの娘さん、一回はね戦場に行ったことがあるっぽいですが、なんというかね、お綺麗な理想を掲げてますよね難しいとこやね。いや、正しいこと言ってるんだけどね、それだけじゃうまく回らないってんのは、戦争もの、よくあるよね、こういうのね。でも救いとしては、レイナには指揮能力はありそう。その片鱗が今見られているから、これからアンダーテイガーと少し今までより密にやり取りをしてというか、ちゃんと報告書を上げてもらって研究して、もっと今よりも明確というか、いい指示を出せるようになれば、そっちの方向で、信頼を勝ち取れるっていうのもあるかな。なかなか爽快なシーンとかさ、分かりやすい、ご都合主義とかがないから、いい感じに戦争だっていう最近見てなかったアニメでちょっと新鮮ですね。これはこれで好きですよ。うわーって感じのさリアクション取れないけれども、結構地味に、じっくりじっくり楽しんでます。次回ね、第3話も見ていきたいと思います。はい、というわけで今日のカズマックスのアニメリアクションでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。